今日は走水港の関吉丸の石垣釣りに来てますが、潮が結構早くてですね、お祭りがあったりとか、かかってる方はかかってるというか、うまい人はかかります。でちょっとこっち向いていただきます。動画で撮ってます。はい、大きなの釣れました。どうかな？はい、出した。はい、出した。というわけでですね、たくさんお客さん乗って天気もいいんですけど、なかなか難しい釣りになってますね。潮の流れが速いのとお客さんが多いので、仕掛け同士のお祭りがあったりとか、棚は70m、65から 70m ぐらいなんですけど、なかなか厳しいのがあります。当たりがあってもですね、バラシが多かったりとかしてます。あと残り時間、あと1時間ないですね、という感じです。起き上がりしました。結局ですね、20匹いかない状態でしたけど、まあブランド味結構でかいのも混ざったりなんかして、これなんか結構でかいんですけど、まあそこそこ楽しめましたけど、潮が速いと非常に難しい釣りになったということでした。